ジャクソンから次の依頼があった。アカウント狩りのエリカ。私バーブなんです。私のデジモン。お嬢はデジモンには興味ねえのかと思ってたぜ。なりゆき。私が迷子になってたところをエリカとその子が助けてくれたんです。デジタルワールドに帰る方法が分かるまで一緒にいていいってエリカが言ってくれました。デジタルワールド？何それ？どこのエリア？この子の故郷だって。私たちとは別の世界にあって。は？なんだそりゃ。変なレジョン。本当ですよ。よく喋るな。うん、最初まあ何でもいいがちゃんと面倒を見ろよ。仕事の話に戻るぞ。俺たちはアカウント狩りの元締め。ザクソンからの情報でさ、シガみてえなハッカーを利用してアカウント狩りを止めるためには、シガのデジバイスを調べた時に端末情報を盗んでおいた。シガと元締めとの通信記録は暗号化されていて、詳細な情報まではつかめる。奴の名はメフィストさん。偽名だから私に言わせれば君の変じゃないでしょ。それならエリカだって変じゃん。まずはメフィストさんと千歳とエリカは奴に関する情報を漁っている。アイアイさん、俺とお前はログインして奴とつながりがありそうなハッカーチームを直接当たる。お前はうちの新しい鉄砲玉だ。気を引き締めておけ。メフィストさんとつながりのエデンフォーラムを根城にしているブラックシルバーとどちらから当たっても構わない。
ック開始だ。悪くなかった。アック開始だ。悪くなかった。
攻撃だ。さあ、行こう。メフィストさんの正体はだ。この程度でしょげるな。アカウントを買ったハッカーたちが乙姫と連絡を取って。よっ、調子はどうだ。2つ当たってみたが、どっへっへっへん。スチームリーマンってハッカーチームが最近気前のいいクライアントを見つけたんじゃないかって。どこでそんな情報を手に入れたって。いろんな筋の情報源を持った。スチームリーマン、いや、知り合いじゃないよ。目立っ、エリカ、あれ、うん、UR、 俺たちは直接、ひとせ、へいへい、行くぞ。